中島健人が主演を務める連続ドラマ、所詮人ごとですから、とある弁護士の本音の仕事、が、7月19日よりテレビ東京のドラマ8枠で放送されることが決定した。写真、台湾の空港でファンと記念撮影を行う中島健人本作は、累計発行部数210万部、電子プラス紙を超える人気漫画、所詮人ごとですから、とある弁護士の本音の仕事を、 原作佐藤正道作画「藤谷勝人監修「清水洋平」「白戦車」「黒光」「連載」が原作のリーガルドラマ変わり者の主人公安田治,安田治弁護士が「所詮人ごと」をモットーに社会問題にも発展しているネット炎上や SNS トラブル案件を解決していくテレ東ドラマ初出演にして初主演を務める中島が演じるのは 笑顔は可愛いが言動は全く可愛くない変わり者の弁護士、安田治。訪れる相談者を、所詮は人ごとじゃん、と突き放しながらも、現代にはびこるネット炎上、SNS トラブル、誹謗中傷問題を彼なりの信念のもとスカッと総会に、ダークに解決していく。原作に登場するケース、案件を忠実に書きながらも、 映像作品だからこそ伝えられる弁護士と相談者たちがリアルに戦っていく中での葛藤や心情の変化のリアリティを追求し、オリジナルキャラクターなどの要素も加えて、決してひと事ではない実写連続ドラマとして展開される。セクシーゾーン卒業後初のドラマ出演となる中島は、セクシーゾーン卒業後初めてのドラマなので新人の気持ちで挑むつもりです。このドラマでしか見ることのできない。 通快で危険なドラマを皆様にお見せできたらと思っております。SNS の闇をドライに切り裂く、僕演じる弁護士の姿をぜひお楽しみください。とコメントを寄せている。脚本を手掛けるのはスーツスーツ、フジテレビ系、ドクターホワイト、カンテレフジテレビ系の小峰博之。監督は、アンメットある農家界の日記、カンテレフジテレビ系の本橋啓太と、 女王の法医学か活し、テレビ東京系の村上真希人が担当する。黒丸ドラマの出演が決まった時の気持ち、台本を読んだ感想セクシーゾーン卒業後初めてのドラマなので新人の気持ちで挑むつもりです。台本を読み進めていくと、ネット社会では誰しもが共通することで、悩み、もがき、スマホに向き合っています。そんな感情を僕が演じる弁護士が、バッサリ切り捨て。 すっきりした感情にさせてくれるところが僕自身もたまらなく気持ちよく、爽快な読み応えでした。黒丸安田里弁護士を演じるにあたっての意気込みスマホという小さな世界の中で、現代人はコメント欄の中に生まれる言葉のトゲや嘘に悩まされています。一番はそんなコメントを見ないのが正解なのですが、この時代そうもいかない時もあるのでいざ向き合う時に法律を通して対処していくと、 どんな結果が加害者側に待っているのか、そして被害者はどのような答えを見つけることができるのか、それらを僕が演じる安田里弁護士が強烈に冷たく、でもほんの一瞬だけ優しく教えてくれます。僕の中に存在する、ある種究極にドライな部分をお楽しみください。わら、黒丸視聴者へメッセージ SNS が主なこの時代の中で、僕らはいろんな情報を知り、信じ、時に悩み、惑わされます。 物語の中で起きる安田が対応する事案にも僕が見てきた景色や経験を反映しながら、このドラマでしか見ることのできない、痛快で危険なドラマを皆様にお見せできたらと思っております。SNS の闇をドライに切り裂く、僕演じる弁護士の姿をぜひお楽しみください。テレビ東京ドラマ室中川淳平、プロデューサー、コメント、ネットの炎上、や、誹謗中傷。 が日々世間を賑わせています。それは時に人の生死に関わることさえあります。炎上はもはや有名人に限ったものではなく、僕普通の一般人にも起こり得るものです。そんな炎上に、もし私たちが巻き込まれたとしたら、一体どう対処すればよいのでしょう。本作は、弁護士の主人公が、法律、お武器に、こうした炎上に挑みます。 しかしこの武器は何でも切れる万能の剣ではなく、時に使う側が痛みを感じる限界を持つものでもあるのです。リーガルドラマは百花両覧ありますが、ネットトラブルへの対処に特化したものはほとんどありませんでした。本作ではそのリアルな実情を炎上の被害者と加害者それぞれが抱えるドラマも含め、時に痛快に、時にビターに書きます。主人公の弁護士、 小田役にはテレ東ドラマ初出演となる中島健人さん弁護士としては極めて有能それでいてスイーツとゲームをこよなく愛し周りの空気を一切読まない主人公像はケンティーの新たな一面を垣間見せてくれると同時にドラマ8枠に新風を吹き込んでくれるに違いありません新・リーガルドラマ所詮人と事ですからどうぞお楽しみに